はいええソッカ塾の久保ですタイトルでもうすでにねお腹いっぱいって感じなんですけども一応読まさせていただきます安倍改造内閣はハレンチ閣僚だらけ16歳少女に尿帯盛り <laughs> 北条政金箔の中キャバクラがよい女性記者セクハラまあキャバクラがよいとかね女性記者セクハラまではうんまあでもキャバクラがよいは合法的でいいんですけども女性記者セクハラはちょっとねこれは 閣僚辞任ということにもなろうかと思いますけども16歳少女に「女体盛り」ってのは何ですかねなんかこうすいませんあのこのタイトル見ただけでにやけてしまう私もちょっと問題なんですけどもこれはでもこんなことがね記事ですっぱ抜かれて本当安倍官邸どうなってるんでしょうか一応記事の方をね読ませていただきますね国民の皆様から大きなあこれ真似しないといけないですね 国民の皆様から大きな不信を招く結果となり、改めて深く反省し、お詫び申し上げる。まあ似てないですけど、すいません、あこれ、安倍総理の真似なんですけども <laughs>、えー、昨日の新内閣発足の記者会見で冒頭から深々と頭を下げて陳謝した安倍首相。謝罪をすれば疑惑を水に流せるとでも思ったのだとしたらとんでもない疑問だと言いたい。大体、内閣改造で大臣の首をすげ替えたところで、森友家計問題や、 日報隠蔽などの問題は一向に解決しないということでこれはね2017年8月4日の記事なんでもう3年前なんですけども何一つ解決してないですね何一つ問題は明るみになってないですただ世間が忘れただけですそうなんですよ世間ってのはねどんなこともね他人事なら忘れちゃうんですよ記事続きですいやむしろ安倍政権にとっては排水の陣であるはずのこの内閣改造も 気法の通り、愛も変わらず、えー、加藤お,あお友達を重視しているということですね、お友達を重用しているということですね、この加藤厚生労働大臣はいまだに居座ってますよね、<laughs> しかも新内閣のメンツを見る限り、とんでもないハレンチ内閣 <laughs> と言わざるを得ない、ハレンチというか、これはあれじゃないですか、青少年保護条例とか、なんか売春なんとか、あの辺じゃないですかね。うん でその一人が1億総活躍担当省に抜擢された松山氏だ松山氏は政界入りする前は地元福岡で松山建設の社長を務めるとともに1999年にはあ世紀末ですね日本青年会議所 JCJC っていうのはすでにこれ女子中学生のことなんですかね、J、女子中学生の会頭に就任するなど えー、女子中学生のリーダーとして精力的に活動を行ってきた人物だ、もう,もう本当にね、世も末だっていうのが、この1999年に現れてますけども、ちょっとね、ま,あ、まともに記事読んでいきますね、すみません。だが、そんな松山氏が、日本 JC 会頭に、会頭って呼んでいいんですかね、つく前年、えー、福岡 JC 理事長だった時代に、絶句するようなハレンチ事件が起こった、これですよ、ホテルの居酒屋で、JC メンバーが、女体盛りというわいせつ行為に講じたのだ。 <laughs> こ, <laughs> この記事を取り上げたフラッシュの当時の記事によると1998年2月14、15日に旭川市で地元 JC が地元女子中学生が全国の女子中学生幹部を集めた会合をって読むとちょっと面白いですね <laughs> え問題はそのお初日の夜旭川駅前のホテル地下にある居酒屋で行われたあ懇親会でのこと関係者の証言はこうだ一時会の普通のお懇親会でしたそれが終わる頃 進行役の地元 JC のメンバーがこう挨拶したんですえー、今日はバレンタインデーなのでこれ麻生大臣のねまねですねえー、今日はバレンタインデーなので旭川で尿体盛りを用意しました、まあ、麻生大臣来てなかったと思いますけどもすると部屋を仕切ってあったカーテンがささっと開き漫画館見ると女の子が全裸で寝ていて差 <laughs> し盛りがあったというね <laughs> これなんかトムとジェリーの漫画でも見てるようですよねまあトムとジェリーではそんな場面ないか 志村けんのバカ殿様ですかね <laughs> フラッシュにはその時の写真も掲載されているうわーフラッシュの記者,記者がよく入れましたね台の上に全裸で横たわる女性の胸部から下腹部には刺身が盛られ、えー、その周りを顔を煮やつかせたスーツ姿の男性たちが箸を,を片手に取り囲んでいるもうレベス回らなくなりますよ目を背けなたくなるようなグロテスクな光景だこの女性のお父さんお母さんは この仕事を頑張っておいてって言って送り出したんですかねしかも記事によるとその場にいた二十数名の JC メンバーが密にたかる蟻のように女体盛りに群がったと言い前日の関係者も中には刺身をまたや乳首にくっつけてから食べる人もいましたと証言しているっていうかこの女体盛りがあったらくっつけて食べるでしょだからこそ女体盛りはねあの漫画の中でしかないわけなんですけども まあこんなことがね、もう、なんすかね、このロケットが月に行く時代に、江戸時代みたいな接待してるんですね、あの黄金色のモナカをなんかお菓子箱に忍ばしたりとかね。えー、教育改革を叫ぶ彼らが、その実、未成年の少女を性的に物扱いをする JC の本質を垣いま見るような事件であった。 ねえ未成年の女の子をこう性,性,の性的な物扱いしようっていう改革ってことなんですかねだがこの女体盛り事件をどなくして表沙汰にというのはこの女体盛りにされた女性は当時16歳の未成年これか歩道された際にこの夜の出来事について話したことから発覚したのだと結果4名の JC 関係者らが売春防止法違反などで逮捕されたそして問題はこの懇親会に 松山一億総活躍担当省も参加していたのではないかとささやかれていることがあ参加してるかもしれないということですねなるほどいい逃げ方ですねこの記事としては日刊現代の取材では松山市の事務所はあ当時松山が会合のため旭川入りしていたのは事実としながらも懇親会の部屋にはいなかったと否定ただし事件当時どこにいたのかという問いには わか,わかりませんと回答していると文章改ざんですがここも、えー、官邸も事件を把握しながらも約20年前の事件であることからあー黙認しているのかもしれませんがあ結構古い記事なんですねこれねこの未成年への入隊盛り事件に松山一億担当者が参加していたとなれば大臣は愚か政治家としても看過できない問題だろう、まあ、20年前の事件なんですかねうんまあこの辺ちょっと妙ですね 記事は2017年に出ていて20年前の事件だということになっていて加藤厚生労働大臣でここにいらっしゃったその16歳とされる女性は今36歳ということなんですかねちょっとこの辺の時系列がどうも妙になってきましたあーだが女体漏れと匹敵する下半身スキャンダルを抱えている人物が何ですかこれ <laughs> 新内閣には存在する方ここからが確信ですね えー、下半身スキャンダルを抱えている人物が新内閣には存在する自民党総裁特別補佐から内閣官房副長官に登用されたあ安倍首相の子外議員である西村安、何て言ってたよこれ、西村氏だ、んこれは西村担当大臣ってあれですかね、経済復興大臣ですかね、今あの、テレビでコロナのことよく出てる。 西村官房副長官の疑惑とは2013年に、えー「週刊文集に報じられたベトナム 4P 売春だ <laughs> これもね東南アジア売春ツアーっていつの話だって話ですよね、まあ、西村あ長官に言わせればまだリアルなのかもしれませんけども、えー「週刊文集では西村氏と関係を持ったとされるベトナム人女性が告白しているのだがそれによると西村氏は2012年に ベトナムを訪問した際ホーチミン近くにあるカラオケクラブで別料金を払いその店に在籍する7人の女性をハノイの5つ星ホテルのスイートルームにお持ち帰り3人を選び一緒にシャワーを浴びマッサージをしてもらい何々をしたという、えー、相手をした女性の1人はこう告白をしているといやーもうちょっとねこれ以上は私が読むことは控えたいと思いますけどもあとね記事を URL でつけておきますので皆さんでご覧ください 安倍内閣ねうん、確かに、まあ、そこそこお年を召された男性が多いところなんでハレンチ行為の、ね、最後のチャンスと思いたい気持ちは分かります。しかし、やっぱりねそれはせめて大臣を辞任して国会議員を辞めたあとでやっていただければいいんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか。またね、ね、ここうういととをも平全然業務に 携わってテレビの前に顔をさらせる抗がん墓地ぶりっていうのは見習いたいところがありますけども皆さんどうお感じでしょうかそれでは本回は以上です。